ポケモンクラフト攻略ブック完全制作のリザードンセットをゲットしました。といっても1分の1ピカチュウはありませんが、まあポケモンカードを知ってる人、今知っているというか、ポケカバブルが起きてからポケモン系知った人は絶対に知らないポケモンクラフト。いや、これ自分が中学校時代にあったやつなんですよね。今回ヤフオクで見つけて衝動買いしました。こういう感じ、ポケモンクラフト攻略漫画、レッドとブルーとグリーン的なキャラが、グリーンというか、シゲルか。シゲルサトシのキャラクターが説明をしています。いや、衝動買い。これ、ほんと、もう懐かしかったっすよね。今、400円、当時で400円で、スペシャルセットが1200円高ぐらいで売ってるやつなんですよね。あ、900か。で、それぞれの作り方もこのようにキャラクターが教えてくれるパターンになってて、不思議花セット98年。いやこれはあのデラックスセットについてるジオラマベース。いや、で、98年当時の特製テレカプレゼント。97か。もう今から送っても意味ないですからね。小学館の第8編集部ポケモンクラフトテレカプレゼント係。締め切り1997年。いや、もうこれが発売されて四半世紀を軽くちょっと超えてるっていうぐらいですからね。うん、いや、しかもまだ郵便番号が5桁の時代。いやまあ他にもポケモンクラフトのシリーズ一応持っていますが、なんか逆に作れなくなっちゃいましたね。